区は、東京都の区部南部に位置する特別区。旧品川区と、旧茨城区の合併後の地名は、大井区、東海区、城南区、八津山区、港区などの候補があったが、旧品川区が踏襲された。同時期に、東京都内に誕生した、特別区の中で唯一、これまでの区名が新たな区名に採用された。東京都区部では南寄りにあり、西は、山手大地。 東は東京湾に面する。区域は東海道の旧品川宿を含む。台地と定地があり、東部は東京湾に面する埋め立て地である。台地は目黒川の北に芝白金台、目黒川と立会合川の間に目黒台、立会合川の南には荏原台がある。どれも武蔵野台地の末端である。定地は 品川地域や大井地域及び川沿いに広がっている。また、飛び地上の孤立した位置関係に東足尾が存在し、東京港トンネルにて接続している。河川東京23区生活実感ランキング2006で、東京23区の中で各区住民による総合満足度ナンバーワンに選ばれた。地区内は、 旧町の地域を元にしたいつつの地区に分けられる。地名町名品川区では全域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。1964年をピークに減少が続いた後、1998年から上昇へ転じ、2019年7月1日時点の統計で40万人を突破した。 区民の平均年齢は43.82歳である1月1日時点。中夜間人口2015年、国勢調査結果より、夜間人口は38万6855人で、区外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの、区内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は54万4022人。昼間人口は、 夜間人口の1.406倍である。128,129ページによると、国勢調査では、年齢不詳の者が、東京都だけで16万人いる。上のグラフには、年齢不詳の者を含め、中夜間人口に関しては、年齢不詳の人物は数字に入っていないので数字の間に、誤差は生じる東海道品川宿品川御殿山、品川の名の起こりについては、 目黒川を参照。区長地域センター。出張所江原第五地域センター住民票、印鑑証明、戸籍証明等の交付業務を行う。災害対策広報区議会都議会衆議院2017年の区割変更に伴い、大崎第一地域センター管内の上大崎一の四丁目、東五丹田4.5丁目、西五丹田二丁目、西五丹田三の七丁目、 西五反田八丁目1の3番、大崎第二地域センター管内の西五反田6.7丁目は3区から7区に移行した。東京運輸支局東京消防庁、第二消防方面本部国内海外、シンクパーク、品川シーサイドフォレスト商業施設構想ビルは、品川区の超高層建築物、構築物の一覧も参照。ソニーの主要事業所である、 NBF 大崎ビル。2013年、ソニーは、新宅受益圏を、売却済み五反田駅周辺を中心に、ベンチャーの企業が進んでおり、米国シリコンバレーにちなんで、五反田バレーと呼ばれている。2018年7月には、その名称を取った団体が発足した。 富士テレビ別館上下水道品川区立豊用の森学園職業能力開発促進法に基づく職業訓練施設として以下のものがある。中心となる駅、大井町駅鉄道路線山手線の南端部が通る、ほか、東京都心と大田区、神奈川県を結ぶ複数の鉄道路線が南北を縦貫する。なお、品川駅は港区に所在する。 路線バス高速バス高速道路、国道都道公安船舶品川区は、東京運輸支局本庁舎の管轄エリアで、品川ナンバーを交付される。品川区内には、東海七福神と江原七福神の2つの七、福神巡りのコースがある。品川神社江原神社伊木神社蛇久保神社か、神明天祖神社区内各地に寺院があり、特に旧東海道付近に多く見られる。 神大崎の寺院群は、芝蔵城寺下屋敷に由来し、幕末の江戸の七大大尾所の一つである。品川中央公園霊祭、霊大祭、大祭等で呼ばれる祭りで、御しの練り歩きが行われ、各地で見物できる。ありがとうございます。